なんだあれ、ラーの抑止流。凄まじいな。現実況劇団鳥のすめ。どうも鳥の爪団外です。今回もスターウォーズジェダイフォルンオーダー続きの方やっていこうと思います。前回はですね、皇帝陛下のオーガー計画というものが少し明らかになった、パートでしたね。で、それがどうこのゲームに関わってくるのか非常に注目ポイントになってくると思うんですけども、気を取り直してやっていこう。いくぞ。待って、あー失敗してる。ジェダイがいるぞ。よっ、オッケー。危ない、痛い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 。もう一人いるてんね。いや、きついな。逃げ回ってる。よいしょ。俺とお前だ。あ、この辺マジできついな。あーしょしょしょ、スキルポイント獲得。待って待って、スティムめっちゃ使ってるし。帰る帰る。え、帰れないかなこれ。あ、帰れない。おーすごいな、ここ。滑るとこめっちゃあるな。なんかあれだな、昔のマリオ思い出すな。ペンギンのとこのやつ、滑るやつめっちゃ難しかったの覚えてるわ。連中は何を？コルドバには触れてない。彼の足取りは知らないようだ。それはこちらに有利ね、今のところは。いやマジで回復できないときついな。瞑想ポジション過ぎたばっかりだからな。よっよっよっ、危ない。オッケー。これはスキャン、前回のパートであったのと同じようなやつだよな。壊せるパターンの、なんだろう、壁というか、まあ、能力をまた覚えるんだろうね。前回のウォールランみたいな感じで。この先は嵐だね。何かが帝国の装備をダメにした。あ、瞑想ポジション。来た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 。やった。瞑想ポジション。あれが嵐の中心かな。すごいな。ヤギたちが結構いっぱいいるから、3匹、4匹、4匹ぐらいいるのか。やば。あー、とりあえずヤギ全員倒した。いやちょ待って、強すぎるんだけど。きつ。あ、このヤギはあれか、種を守ってたのか。で、隙間があるっぽいんでそっちが正解ルートみたいなんですけども、もうきつい。もう、え、いや、こっちじゃないのか。あれ、どこ行ってるんだ。いや、もう今すぐにまた瞑想したい。助けて、オビワン・ケノビ。あなただけが頼りです。ちょっとパダワンつらい、泣いちゃう。たまにね、やっぱパダワンだって泣いちゃうときあるわ。行こう。シュシュシュ。わ、すごいな、物々しい雰囲気。こんなすごい嵐は初めてだ。だね。なんだあれ、ラーの抑止流。凄まじいな。スフィアモードの時の、痛い痛い痛い。あ、スローか。はいはい。めちゃめちゃ正面突したんだよな。え？ああ。ここはおそらく見つかった中で最も古いゼフォンの遺跡だ。あ、なるほど。エレベーター。ボガーノの宝物庫のことが頭から離れない。ゼフォンのすべては宝物庫のビジョンに導かれていた。なるほど。その訳を知らねば。あ、これもまた壊せそうな感じ。なんかちょいちょいあるの、そういうのな。あ、瞑想ポジが見えるよ。瞑想ポジが見えるよ。待っててね。あそこまで行けるかな。兄弟だな。あ、でもこっち側も行けんのか。おい、見たか。待て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 、敵は行っちゃダメだって。待て待て、今の体力ではやばいって。フォーススローそこに使えるみたいだけど、なんか押したりができないんだよね。多分赤い枠で囲まれてるってことは、フォーススローは、青い枠で囲まれてるのだよね。つまり赤い枠で囲まれてるのは別のフォース能力とかでやるんじゃねえのって気がします。それさ、絶対毒とか出してくるやつだよな。気持ち悪い。こっち行けるか。え、行こう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 。今の体力でダメージ食らいたくないわ。なんか毒ガス絶対出してきそうな、そういうビジュアルしてるよな。さ、こっちは風がだいぶ吹いてますけども、鞘の爆発を他の敵に対する攻撃に利用できる。なるほど。え、これ大丈夫なの。あ、俺が攻撃しなきゃ問題ねえのか。痛い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 。あ、俺が攻撃しなきゃ問題ねえんだ。
いやもう死にそうなんだが。でウォールランからの滑るポジション。どこ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 、ここなに、ここなに、ちょっと待って、ちょっと待って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 、いるいるいる、めちゃめちゃいるじゃない。ちょっと待って、一回回復させてくれ。なあ、ノーダメでいかないといけないのね。いいだろう。あ、飛ばされてる、かわいい。あ、いいね、それなんか使えそうだな。あ、ダメージ食らってる、食らってる、よし、いいぞ、いいぞ、いけいけいけ、そのまま、くらい、よしよしよし、いいぞ、いいぞ、くらい、くらい、くらい、ダメージ入ってる、あ、死ぬんじゃない、もう、あとあいつだけ、はい、よし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 、完全に戦略勝ちですな、今のは。こっちはアクション、おお、風が吹いた、あー、で、移動するんだ、なるほど。で、フォーススローのマークがついてる。どっかのタイミングでスローするんだな。あ、とりあえず壊れた。まあいいや、とりあえず一回、こっち。あ、エコー。エコーを読み取るとちょっと回復とかねえんかな、マジで。これは風で鳴ってるだけじゃない。声だ。声？大昔の。大昔の。すごいな。あーでまた風を吹かすことができる。で真ん中にこれ入れたいよね、やっぱ相手のゴールにシュートしたいよねこれね。こっち側はまだ見てないとこか。あ、いるじゃない。あー、 おいでませおいでませおいでませ、来いよあいつ。はい、オッケーオッケーオッケー、危ない、まだいるよね、だよね、危ない。ちょっと回復待って、フォーススローからのドゥドゥドゥ、オッケー、まだいるか、もう大丈夫。あ、いるー、危なはい、え、やばい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 、スロー、あー、避けた、うん、俺生きてんのが奇跡じゃねえかこれ。体力、ヒントをもらう、黙る。あ、ヒントもらえるんだね。うん、黙る。あ、でここアクションか。これまたあれか、風吹かすやつだね。ああ、それもまたスフィアみたいのがブランブランしてると。よっ、よし、オッケー、振り子になりましたね。多分風を与えたことによってゆらゆらするようになったんじゃないかな。で、俺が行きたいのは、そこの瞑想ポジオ。よし。はい。あー、来たー、来た来た、やっとだ。休息。これで、やっと落ち着いて探索とかをちゃんとできるわ。探索するために前に進むしかないみたいなね。めちゃめちゃ矛盾なんだけど。あ、なんかいるわ。なんだあれ、フォースプッシュってまだ使えないもんね。敵か？あいつ倒したらなんか。初めて見るやつだ。あれだね。あー、危ない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 。初めて見るやつがいきなりそんな攻撃仕掛けてくる。やめてやめて。これダメージ入んの？あ、ダメだ。危ない。なんか守ってんだな。あー、怖っ。裏側を突く。ダメだれ。いや、なんかあった。いや、体力ゲージあるじゃない。あるんかい。危ない。よいしょ。危ない。連射すげえしてくるじゃん。怖っ。スロー使って。よしよしよし。危ない。もう一回避けて。はい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 。オッケー。オッケー、いた。スロー使って危ない、回避。痛い。ちょっと待って。いや、連射力ありすぎかよあいつ、怖。いや、でも動きは割と遅い方だからその点はいいかもしれない。はい、回避、オッケー。まだフォーススロー使えないか。あー、オッケー。スロー使ってちまちま攻撃していくぜ。うーん、危ない。はいはいはい。
はい、オッケー、回避からのもう一回回避、オッケー、いいよ。2発撃ったフォーススロー使ってツンツンツン、オッケー。いやでもパターン分かりやすい番人だったからよかったな。霊廟の番人つったな。あー、まず一回これかな。このスフィアを回して、あー、オッケーオッケーオッケー、上に行けるようになったんだ。なるほど、結構広そうだな、ここもな。いろんな謎解きがありそうだけど、よっ、よし。で、あー、そこウォールランできんのか。他にも行けるとこあるか。右は何もない。あーあるじゃない、ターザンパターンで何回かやってあそこに行けるな。あー、におはせよ。やっとたどり着けた、行くぞビリーワン。やっとたどり着けたよ、もうめちゃめちゃ苦労したんだけど。アウトランダー、なるほど。ちょっと待って、つけようぜ、苦労したし。これかな。コメントに困るタイプのやつおしゃれだね。スキャンしていこう。何があるかい。ウィンドチャイム、なんだそれ。まあなんかゼフォーの文化の一部が分かったという感じですな。これ帰宅すんの大変なんだけど、一発でいけるかい。頑張れー。おい、ようやくコツ掴んできたわ。無駄にスティック操作しない。バツも一回押せば OK。 あー、もう OKOKOK、OK OK、これでも一回あれか。あー、もう戻れねえや。ってことはウォールランしてそっち行くしかないから、もう一回振り越して。焦るなよ。はい、ジャンプダッシュ。はい、あー、上手になってきたよー、よかった苦労してるからね、ここまでね。あ、なんだ、フォーカスがそっちに向かってったけど、あれを鳴らすのかな。やっぱ、あの鐘を鳴らすのはあなた状態かな。たまにあるやつ、うちの実況でそれじゃないか。風に流されるのを想定してちょっと右寄りにジャンプしてからの、よしよし、オッケー。で、ラットが2匹かな。ラットというかネズミみてえなやつ、同じこと言ってんな。よっ、しゅ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 、オッケー。あ、2体とも倒れた、素晴らしい。で、ここにはもう何にもある。よいしょよいしょよいしょ、危ない危ない危ない。サボテンみたいのマジで刺激したくねえな。で、今度は右側からちょっと吹いてる。ってことはちょっとこっち側からの、おいしょい。で、スカンガスっていうあの植物が大量にあるんだけど、行きたいの多分あっち側なんだよな。渡った先、ジャンプすれば行けそうな雰囲気だよな。あ、でもこっち側にもあるのか。あ、玉ころ転がすんかな。だったら、一回こんなスローとかかけといて、ちょっと一回渡るでしょ。風かな。ライトセーバーにも不向きがあるのか。あ、これでスカンガスが全部なくなったかな。閉じて、あ、違うわ、スカンガスが引っ込むんだ。あ、でもそっち側にもなんかあんな。なるほど、一回風出しといて、飛ばされるじゃん、素晴らしい。あ、じゃあそのまま行っちゃっていいやつだな。ジャンプ、ういこの体力で倒せんのか。スカンガスにうまいこと導いて、無理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 全限でかい、無理無理あんなレーザー照射されたら無理無理。あー、まあ、怖い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 。ちょ、待って待って、マジで体力ねえんだよな。あ、でもなんか削れてんじゃん。お兄さんどうした。何言うて、俺もあんま体力ねえから大して変わんねえけど、条件は一緒なら倒せる。オッケー、あぶねえスカンガス復活してるし、回復してえな。やだやだやだ、いや広くなってきたな、このステージも。だいぶ
ジャンプ。よっしゃい、オッケー。壊せるね。あ、隙間だ。そろそろフォースプッシュとか覚えてほしいな。なんかあ、ここのゼフォの民たちはこのスフィアと風を愛していたというか信仰してたのかな。あ、ビリーが反応してる。スキャ、これだね、やっぱね、古代のゾート。うん、わあ、なんかいかにもボスとか出てきそうだな。無理なんだけど、今来られたらその壁壊れそうだよな。なんかな、あ、でもこっち側もいける。ん、なんだ、なんか反応してんだ。あ、フォースに反応してんのかな。おお、わ、すげえ。奥へ行きゃいいのかな。導かれるように。あ、いたいたいた。導かれ。岩飛ばすな。うん、痛いから。痛い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 。押し戻すなよ。歓迎せえ我を。痛い痛い。集中だ。なるほど。ジェダイの役目は攻撃ではなく守ることにある。フォースは我々を守る盾だ。なるほど。目の前の障害によって道は定まる。立ち塞がる障害そのものが道だ。さあ、もう一度だ。R2、プッシュ。プッシュで、標的を押そう。なるほど。あ、な、結構早い段階でやんないといけないんだな。あー、結構早めだね。貯める時間があるから。うん、なるほどなるほど。テストをクリアしろ。今度は早くか。オッケー。立ち塞がる障害が見える。プッシュ。フォースで物や敵を押し飛ばす。いいね、遠距離攻撃できるのはマジででかいわ。あ、これによってようやく岩が壊せるようになると。ここもかな。ああ、押せるわ。ああ、ありがてえ。瞑想じゃねえ、エコーでした。この常に回復したい欲が出てるからな。うん、おい、どうした。さあ、アイテムもゲット。何があった、ビディワン。ライトセーバーの材質、いいね。まあでも行くしかないか。行こう。わ、すご。嵐の中心を見つけ出す。いけたね。友よ、この樹皮の表面を見るんだ。特徴的な溝。キャッシークのロシュアツリーに違いない。旧友を訪ねて聞いてみることにしよう。ゼホがキャッシークに関わってたなら、チーフテンターフルがきっと何かを知っているかもしれない。ほう、なんか特殊な材質なのかな。そういうのがちょっと目がないタイプなのかな、イーノ・コルドバーね。あ、ちょっと待って、絶対強いやつでもって。霊廟の番人は強攻撃中に隙ができる。プッシュで動きを鈍くしようと。なるほど。おじさんですね、スティム持ってないんだ。まあ、やるしかねえんだろうけど。スローかけて、ワン、ツー。あー、顔面蹴り。くそ。さすがに強えな。これはどっからだろう。あ、完全回復してる状態だ。え、そんな優しくていいの。で、ここじゃん。あ、やっぱボス戦だからみんなやられるの前提なんかな。いいよ、来なさい。おい。あ、来た。ここでプッシュ。いや、ダメかー。むずっ。プッシュタイミングめっちゃむずいな。普通に回避しちゃうとかスロー使った方がなんかいい感じするけどな。ナイス。ホロマップに新しい目標が追加された。キャシークでターフルの居場所を突き止めると。キャシークにも行けんだ。すごいね、ダソミアといい、キャシークといい。なんかちょいちょいこうくすぐられる惑星の名前が出てきますな。
さあ、新しいスキルを利用可能になったと。ボス倒したからかな。おー、一気に増えたね。で、持ってるスキルポイント1個あるんだもんね。とりあえずフォースの最大値とかアップしようかな。いや、どれも欲しいやつだからな。まあ、順次手に入れていくって感じだな。あ、で、戻ってきたのか。さっき倒した番人だよな、あれな。なるほど。あ、じゃあ謎解きをこっからいろいろ自由にやることもできるんだな。おーおお、すげえ、びっくりした。謎解き完了したら、真ん中にやったんですよ。なんかいろんなものを壊したりなんかして、来たはいいものの、エコーか。エコーだ。なんかすごそうだな。これらはフォースエッセンス、やったー。あと1個で最大値アップだ。さあ、ということで、ちょっと謎解きまだまだありそうなんですけども、動画映えはあまりしないということもあるので、今日のところは一旦ここで区切って、続きはまた次回やろうと思います。ということで、今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。